こんにちは、ハメシティです。いつもハメシティは一人でゲームをしてるので、たまにはオンラインゲームでね、人と楽しく遊びたいなと思うので、オンライン線香花火をやります。これはなんか流行ってたよね。いっぱい人がやってたでしょう。この良さってさ、夏じゃなくてもできるとこだと思うので、ちょっと誰かとね、一緒に火を分け合う、そういうのをちょっとやりたいです。じゃあお名前はここから選ぶのかな。なしむくじゃない、やっぱなしむく、え、あるの、なしあるの、冷えてるよじゃない。じゃあ部屋を探そうかな。20分の0って書いてる。これ誰もいないってことなのかな。誰もいないのかな。ちょっとでもさ、待ってたら来るかもしれないよね。やってみよう、やってみよう。準備をしているよ。やるぞー。誰か来るかな。やるぞー。お、着いたね。あ、着いたね。雨降ってね。雨降ってね。着いた、着いた、着いた。着いたよ。いいよ。いいよ。雨だけど燃えるね、ちゃんと。いいね。ああ、楽しい、楽しい、楽しい。ああ、楽しい、楽しい、楽しい。すごい、煙がすごい出てるな。いいですね。いいですね。まだかな。いつでも来てもらって大丈夫ですよ。このゲームみんな、夏にやってたでしょ？きっと。配信者とかがさ、競技人口多いんでしょ、このゲーム。知ってるよ。エイペックスか、オンライン線香花火かでしょ。それくらい競技人口多いはずだよ。待ってるよ。まだかな。まだかな。どうしたのかな、みんな。綺麗だよ。ほら。言い分けてあげるよ。言い分けてあげるよ。みんな、ここに、この丸いとこにさ、ちょってやったらさ、つくでしょ。待ってるよ。まだかな。でも楽しいな。楽しいな。楽しいよね。誰かがいたらもっと楽しいんだけどな。この背景は海なのかな。冬の雨の海で線香花火してるよ。どうだ？おーい。おーい、どうだ？おーい。入るか？うん？入るか？忙しいか？みんなやっぱ。平日だから。忙しいかな？ねえ。東京の人って忙しいでしょ？きっと。そんな暇ないか？花火してる。みんな。違うとこ行くか？じゃあ。違うとこだったらさ、いるんじゃない？ちょっと違うとこでやろう、一旦。もう一度、もう一度。すごい、写真を勝手に撮ってくれるんだ、頼んでもないのに。素敵だね。あれ、しかもなんかさ、ゲーム画面よりフィルターかかってる感じするな。なんか映るんですみたいに。忘れてた、 B 面でいいか。違うとこに行こう、多分ね。そう、ハワイなら大丈夫だと思うよ。いるんじゃない、人が。しかもさ、晴れてるよ、きっと。ハワイだもんだって、ほら。晴れてるだろ？晴れだ、ほら、晴れだ。やってみよう。来るぞ。きっと誰か来るぞ。来るだろ？ああ、綺麗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 。ほらほら、火分けれますよ。今、火分けれますよ。どうですか？一緒に花火しませんか？楽しいですよ。花火どうですか？どうですか？こんなさ、一本やっただけでさ、ほら、やっぱハワイの虹の色だ。せっかちでやっちゃダメなんだよ、花火は、線香花火はさ。あ、落ちちゃった。ほら、せっかちだと落ちるじゃん？ゆっくりやって、ゆっくり人を待とう。お友達を待とうよ、ハワイのさ。ハワイ人の人を待とうよ。ハワイでこんな花火できると思わなかったな。アカデミアナッツのチョコレート、
お土産にいっぱい買って帰んないとな。楽しみにしててみんな。ああ、昨日食べたパンケーキ美味しかったな。あんなにもりもりだとはな。クリームももりもりだったな。ああ。ガーリックシュリンプも、ポキも、ロコモコもうまかったな。スパム握りもうまかったな。明日の朝ごはんはマラサダにしようかな。キラウエ火山もなだらかに噴火してる低い山だったな。やっぱハワイは最高だな。いいよな、ハワイってな。でもさ、あのバス何？あの奥のバス何？なんで海にバスがあるの？海の中に。人間の社会に憧れたマーメイドたちが人間のふりをして陸に上がってやってきたけど、ハワイのこう温暖で明るいイメージと違って実は貧富の差も激しくて薬物が蔓延してるゴリゴリのアメリカ合衆国だったっていうことにショックを受けて出戻りしてくマーメイドたちが帰ってく専用のバスなのかな。ハワイの光と闇かな。ハワイ行ってみたいな。綺麗だな。でもハワイって人口少なそうだからさ、だから誰も来ないんじゃない？ハワイなんてさ、ねえ、島だからさ、いないよきっと人が。だからさ、多分さ、ねえ、北京なんて言ったらさ、人口すごい多いんじゃない？中国なんて中華人民共和国なんてさ、すごい人住んでんでしょ、いっぱい。日本の何倍住んでんの？10倍とか？わかんないけど、いっぱい人がいるんだろ、きっと。だって兄弟いたらダメだよっていう制度あったじゃん。ってことはよ、ん？ハワイと同じ景色だな、これ。ってことはよ、これは来るだろ、人が。5度？ 5 度なんだって。寒いんだ。北京。北京寒いらしい、むっちゃ。北京の緯度って、日本で言うとどこと同じなんだろう。ちょっと見てみよう。マップ見よう、マップ。北京。北京。検索。北京市。北京市は、日本で言うと、あれ？でも、東北と同じくらいの緯度だな。意外と。ってことは、秋田とか、岩手くらいの緯度だわ、北京って。じゃあその辺ももうそんなに寒いのかな？ 5 度だって。冬じゃん。あ、意外とそんな南だった思ってたより。え、ずっとさ、話して繋いでんだけど、なんで誰も来ない？おい、ニーハオ。ニーハオマー。ニーハオマー。マーって何？あ。待ってるんだよ、ずっと。ずっと待ってるよって中国語でさ、中国語で言ったらさ、来てくれるかもしれないから、ちょっと検索しよう。待ってます。待ってます。現在。ちょっと待って、音出すわ。何？はい。どんだい。ちょっと待って。私は、長いと言えないかな。私は、誰かが来るのを待っています。これならどう？待等人来。なになに？我在。待等人。
等人来，我在等人来。Hey, hey, Beijing. Hello, Beijing. 我在等人来。我在等人来。我在等人来です。けど、あれか。人数いるって聞いてたけど、時差か。時差じゃね？多分、今まだ家に帰ってる途中なんじゃないか、きっと。仕事終わってみんな、学校終わって。でさ、お家の人はさ、きっとさ、ご飯作ってるからさ、時差でさ、遊んでないんだ、きっと。そうだ。だから、誰も来ないんじゃない？ということを考えるとだよ。それを鑑みるとだよ。シドニーに行ったんじゃないか。シドニーはきっと時差がほとんどないんじゃないか。1時間とかじゃない、あっても。ちょっと、そうしよう、そうしよう。いい考えだ。きっとそこに行けば、巡り回る麦わら帽子でやってこう。多分シドニーならさ、誰か来るはず。バーチャルシドニーね。来るはずじゃない？来るでしょ、きっとね。あ、曇りだ。いいよ、曇りは。雨じゃないね。なんかピンクで空が綺麗だね。綺麗だ。待ってるよ。落ちちゃった。Hey, Sydney. Sydney, I love Sydney. I love koala. Koala is cute. Koala's hip is so round and soft. コアラの毛って柔らかいんかな？硬そうよな。あ、レインボー花火が来たよ。ミッチーはさ、15歳 ?16 歳とかの時にさ、オーストラリアでゲイパレードをさ、初めて見たんだけどさ、その時、ね、感動したのよ、すっごく。そんな文化、日本に全くなかったから、昔。あったのかな？でもなかったと思う。ゲイパレードを初めて見た時にさ、みんな、今日はうちらの日だからねーっていう感じのさ、すっごい楽しそうにさ、綺麗に咲き飾ってやっててさ、うわー素敵ーってシンプルになんか、そもそもやっぱさ、純粋すぎて、ミスティが物を知らないから、なんでわざわざパレードするん？ハテナって感じだったの。でさ、大人になったらさ、わかるわけじゃん。あ、なんか差別されてるとかあるんだとか、みんなと同じに扱ってもらえないみたいな、そういう立場の人がいるんだって思った時にさ、でもさ、それってさ、おかしいっていうか、意味わからんや。なんで差別するんっていう気持ちだからさ、だから一周回ってその初めてゲイパレードを見てシンプルに素敵。でもなんでわざわざこんなに素敵ならさ普段から素敵っていうのでいいじゃんみたいなさパレードするして主張する必要あるん？知らんみたいなさ純粋な頃の気持ちに戻ってきたまた。もちろんわかるよ。その主張をしてさメッセージを発信していかないとさ知ってもらえないっていう事情があるのはわかるけど、だってみんなと一緒だから別にいい意味でね、パレードなんかする必要なくなってほしいなって今はね、思ってる。ね、誰も来ないんだけど、誰も来ないんだけど、ずっと喋ってるけどさ、これ悪いけど喋りたくて喋ってるわけじゃなくて、あなたが来るのを待ってる間に場を繋いでるだけだからね。メッシーは。だってさ、これはさ、競技人口が多いゲームでしょ？エーペックスか、バロランとか、あとなんだ？ PUBG か、荒野行動か、エーペックスか、オンライン線香花火だろ？なんで誰もいないの？ねえ。素敵なゲームじゃない。素敵なゲームなのになんでいないの？人が。ん？飽きたの？みんな飽きたんですか？このゲーム。飽きたんですか？飽きた人。
飽きた人、正直に飽きた人。世の中に情報が触れすぎてて、移り変わるペースが早いから、が仕方ないって。そうなの？じゃあまあ、過去にさ、夏にこれをやってた君たちを責めることはできないけどさ。だとしたら、もうそういう風になっちゃった世の中が悪いよな。情報が溢れすぎて。いろんな変化が早くて、ついていけない。人間は何も進化してないのに。世の中だけが変わっていくね。どうなっちゃうのかな、この先。100年後、200年後、どうなっちゃうのかな。人間はうんざりして、また、どんぐりを収集して、移動して、集団で、どんぐりをすりつぶしてクッキーを食うような、土器を焼くような生活するんか？するかもな。そうかもね。そうかもね。これオンラインでさ、人とゲームを一緒にやりたいっていうところで始めたんだけど。サシじゃん。花火との。怠慢じゃん、花火と。何なのよ。しかもこの、バーチャルの花火との怠慢って何なの？誰か来なよ。全然来ないよ、誰か。あれか？じゃあ、わかったわかったわかった。じゃあさ、こうしよう。部屋を建てよう。部屋を建てたらさすがに、誰か来るだろう。ねえ。でもあれか、部屋を建てるってパスワードとかをあれして、知ってる人しか来ないみたいなやつか？もしかして。まあ、やってみよう。わかんない。部屋を作ろう。あ、あるじゃん、あるじゃん。都市の名前。こんなに選んでいいの？東京、大阪、北京、上海、ハワイ、ニューヨーク、パリ、南極、シドニー、カイロ、エジプトか、サンパウロってどこ？南米？ブラジルとか？ロンドン、南極だね。え？南極なんだけど、南極がいいんだけど。ロンドンに2920って何ですか？何？これ何？名前かい？南極。あ、南極。あ、南極。南極。ああ、こんなんできない。未来の南極。1920年に引っ張られちゃった。未来の南極。どの天気にする？南極にしよう。始める。おお。来るぞ来るぞ。これ人来るぞ、絶対。猫の国の無重力。え？なんか、すごいね。美術部の子みたいな名前。ディスってない、ディスってない。ディスってないよ。曇りだ。マイナス36度だって。南極って、今夏なのかな？もうすぐ夏だよね、多分。さすがに来るだろ、これ人。こんなキャッチーなさ。こんなキャッチーな部屋の名前つけたらさすがに来るだろ、人が。ん？猫の国の無重力はちょっと嫌だな。来るだろ？南極。南極のさ、Google のマップのさ、Google のマップのさ、あるじゃん。歩けるやつ、道を。写真出てきて。何も名前出てこない。やばすぎ。あ、思い出した。ストリートビューアーだ。Google のさ、ストリートビューアーでさ、南極をたまに散歩するんだけどさ、南極って真っ白でカチコチのイメージあるじゃん。雪と氷の世界みたいな。でも意外と岩肌むき出しの、なんか真っ黒な小さい山みたいなのとかもいっぱいあって、寒すぎて雪降らない地域あんだって思ったことあるね。南極は一度行ってみたいもんだね。でもマイナス36度はさすがに体験したことないな。せいぜいマイナス15度とかが最低かな。そもそも、そうだね、北海道とはいえ、
内部のさ、旭川とかじゃないと超低温にはならないからさ、札幌とかだともう全然、めっちゃ寒くてもマイナス15とかだよね。そんなのもなかなかならんしね。マイナス10度以上じゃない？冬なんてね、大体。だから。南極なんか、だ、びっくりしちゃうだろうな、きっとな。ペンギンいるんかな？想像するとさ、すっごい綺麗なさ、一面真っ白っていうイメージだけどさ、実際あの、これ南極に限らずって言っちゃった。限らずさ、雪国のさ、真っ白を想像するじゃん。特に雪国に行ったことない人とかさ、雪あんま積もんないとこに住んでる人はさ、きっと、美しい銀世界、広がるんだろうなって、それはさ、あるよ、あるとこには。人が踏み入らないとことかさ、スキー場とかはさ、真っ白だけどさ、住宅地とかはさ、もう犬のおしっこ。犬のおしっこだらけでさ、どこもかしこも黄色いのよ、あらゆるとこが。だからさ、ちょっと、パリにうんちいっぱい落ちてるのと一緒だね。パリにさ、犬のうんちいっぱい落ちてるのと一緒で、冬の北海道も真っ白かと思いきや、おしっこでいっぱい黄色になってます。残念でした。残念でした。でもさ、ハミシティもさ、沖縄に対しての憧れあるからさ、北の人間としてはさ、沖縄ってきっとのどかで、海が綺麗で、すごいいいとこなんだろうなーって思うけどさ、それは確かにそうだと思うんだけどさ、台風は来るし、もう紳士グッズくらいのでっかいゴキブリはいるしっていう側面もきっとあんだろうね。怖いな。なんで誰も来ないん？ねえ、なんで誰も来ない？こんな人が来ないんだったらもう花火する。あ、待って！景色が動く！景色が動く！あ、なんか建物がある。まあ動くからといって別に何ってことはないんだけどね。なぜなら一人でやってるか別に動く必要はない。何も。一生ここの火を占領し続けることができる。なぜなら誰も来ないから。なんで誰も来ないんだ？ん？これパチモンのゲームを入手しちゃったのかな？もしかして。本家のさ、本家の方ではもう何千人も何万人も今もやってんのかな？ハミチがやってんの間違いかな？なんかさ、スイカゲームがさ、めっちゃ流行ってるじゃん。みんなやってるじゃん。ハミチもさ、スイカゲームやりてーって思ってさ、でスマホのさ、アプリのやつで見つけたの、スイカゲームを。いや、スイカゲームだーって思ってやってんだけどさ、なんかハミチのやってるスイカゲームはさ、なんかさ、顔もついてないし、音楽も流れないし、ただただ南国のライチとか、ココナッツとか、パパイヤとか、南国の果物にどんどんなってくっていう、スイカにもなるんだよ、もちろん最終的に。でもさ、あれなんかみんなのスイカゲームと違えなって思いながらさ、やってんだけどさ、もしかしてこのゲームもそのパターンかな。パチモンのオンライン線香花火をハミシティだけが世界中でやってるのかな。ん？誰かと一緒にゲームしてさ、知らない人とさ、この花火のコミュニケーションだけでさ、この火をさ、こうやってつけてさ、でさ、ハミシティはさ、こうやって待ってるじゃん。あ、消えちゃった。で、まあ、待ってるとしてさ、知らない人がさ、こうやって、あ、こんにちはって思ってさ、こんにちはって思ってくるじゃん。で、ここにハミシティがいてさ、パチパチってやってるところにさ、この、これをさ、こうやって寄せてってさ、あ、火あげますよーっつってさ、パチ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 って言ってさ、あ、わ、ありがとう、わ、あ、ってチーカーみたいにさ、あ、ってさ、っていうのをやるんだと思ってたんだけど、ん？ん？はい？そういうのが楽しいんじゃないの？これって。知らない人とさ、言語を介さないコミュニケーションをさ、一期一会でするっつうのがさ、楽しいんじゃないの？これって。ん？違うの？帰るか？じゃあもう、帰るか？帰ろ？はぁ。写真きれいに撮れてんな。写真もらって帰ろう。
含めない写真ももらおう。ああ。終わります。さよなら。